ドリームクラブゼロ続きからやっていきたいと思います。お願いします。いやーちょっと今日調子が悪いんで短めでなんか毎回短めでって言ってでも結局取っちゃってんで毎回な、既存のプロフィールを使うと。すっかり寒くなってきてよ。だんだんな体調がな。ストーリー、どこまで行ったんだっけ。なんかデートいっぱいしたよね。なんかのーちゃんといっぱいデートしたなーって記憶あるわ。あれちょっと待って、もしかするとあれじゃねえか、あれじゃね、クリスマスコスプレのタイムじゃない。あ、ちょっと待って、アルバイトショッピング、え、どのうちゃんになんか、あ、でも正直微妙だな。でもだ、ショッピングしてもそのお金も払わないといけないから、ちょっと待って、アルバイト一旦お金を稼ごう。みんな大好きエネタンクかな、味がクリクリーンだよ。そう、めっちゃ金って高くなってんな俺。クリクリーンマニアになってる。ケーキは問いません。バイトリーダーだな、もう頑張って稼ぐぞ。オッケー、75,400円欲しい。75,400円欲しい稼いだ分だけ俺の懐に入ってくるシステムならんかな。メールはもう見たんだよ。グッジョブ。マイニューマジですか。ひざまずきして飲む飲むすること、なんだこれは俺のののちゃんに対して奴隷宣言してんの、いつの間に。まあいいや、ちょっとドリームクラブ行こうか。これ多分クリスマス23日やろ。クリスマスやろ。待って、明日明後日デートの約束できるんじゃないか。いらっしゃいませ、ようこそドリームクラブ。受付ちゃんこんばんは。今日はコスプレで来た。受付ちゃん、受付さん、今日のコスプレについて教えてよ。今鼻息ふんふんふんつって荒くしていってるから、受付さん今日のコスプレについて教えてよ掴みかかるような勢いで。来たー、サンタさん来ました。お客様は今年1年間良い子にしていらっしゃいましたか。いい子にしてたよ、いい子にしてた。世間は俺に冷たかったけど俺はいい子にしてた。人知れずな。本当に、あの彼女っていうプレゼントくれません。できればのののので水色の髪の子がいいんですけど。どの女の子とご一緒されますか。そらもうのののでしょうが。サンタコスか、アマネちゃんもちょっと見たいけどね。まあのののでしょうよ。ご指名はのののさんです、ね、のののさんです、お願いします。止まりました。それではこちらへどうぞ。来た、サンタコスが今夜まだ帰りたくない、そんなこと言われたらお前返すわけにいかねえだろ何言ってんの俺は。本当に調子が悪いのか。ああ、ありがとう。どうやって消すんだっけこれ。ちょっと飛ばしちゃった、飛ばしちゃった。これどうやって消すの。今日も美味しいお酒飲んでよろしくね。よろしく。何が飲みたい。危ない、今ちょっとすごく気持ち悪いことが言いそうになった。危ない、のんちゃんにお任せだ。とびきりのお願いするよ、はい、これはウォッカじゃないか。ウォッカか。ありがとう、君も何か飲めないよ。遠慮しなくていいぞ。サービスドリンク以外なら何でも。めっちゃいいよね、サービスドリンク。そんな頼むお客さんがいるのかね。ちょっと待てよ、のんちゃん俺に対して何言うんだ。ほっかだ、のののちゃん、今日は俺を返すつもりはないということだね。そういうつもりで来ていいんだね。じゃあ俺ものののちゃんを返すつもりはないじゃあ乾杯しよっか。はい、乾杯。カチーン。うん、今日は金宮のオレンジ割りです。うん、のーちゃんがついてくれたお酒は、うん、おいしい。え、早っ。やっぱりこの季節サンタをサンタの格好してると華やぐよね。ちょっと待って、鼻が華やぐよね。ねえ、ののちゃん、さすがにののちゃんもサンタを知らないとは言わないでしょ。へえ。サンタはどんな時代でも共通認識というか
夢を届けてくれるような素晴らしい存在なんだね。なんか嬉しいね。だからうわー、ナノノモユウにいっぱいサービスするつもり。一体どんなサービスを期待しちゃうよ、ノノちゃん。それ嬉しいな。それでノノノちゃんサンタ何してくれるの。本当だよ、ノノノにできることなら何でもいいよ。ほら、ユウの望みは何。いやー、いっぱいあるけど結婚してくれないか。そりゃあ俺もね、あの男だからそりゃできることは何でもするなんて言われたら、それはエッチな望みも多少は考えるけれども、やっぱり将来のこと考えたら、そんなことよりやっぱ愛した女と一生過ごしたい。ののの、結婚してくれ。ウェディングドレスはその姿で頼む。そうだな。でも何でもいいって言われると帰って迷っちゃうな。やっぱりプレゼントでしょ。え、マジ、持ってくれよかった。しまった、クリスマスプレゼント持ってきてない。やべえ、どんなの。なんだね。あ、もうこれはセックスですわ。のののちゃん。え？男の勝負下着ってなんかこう、女の人は男のなんか勝負下着とか見てそういう気になるんですかね。いや、声はありがたいんだけど、ほら相手がいないからさ、のののちゃんしかいねえよ。本当に気持ちだけはありがたく受け取っておくからね。ああ、なんという夢をするんだ。でも必要になったらサービスさんがいっぱいサービスしてあげる。お前それこれそういうお店でしたっけ。ののちゃんには悪気はないんだろうけど、それが余計に辛いかな。いやー、いいね、のののちゃんよ。眼福ですわ。美味しいよね。美味しいな、ののちゃんな。今日の酒はうめえぞ。うめえぞ、ほら。うん、うめえ。うん、俺も飲もう。これって、幸せな気分だよ。やっぱ好きな女と酒飲んでる時間が一番幸せだな。そうそう。今日お店に来る途中で、ね、へえ、ナンパか。女の子に声かけまくってる男の人を見たんだ。渋谷かな、勧誘か何か、それともナンパかな。よくわかんない。バーナンパだね。いろんな女の子にお茶しようって言ってたみたいだけど、それは明らかにナンパだよ。そっか、あれが生って言うな。もしかして男の人に幻滅しちゃった。でもみんながみんなそうじゃないんだよ。ノノノとしてはできればみんなそうあってほしいんだ。そうだよな、ノノちゃんはな、青春活動に興味津々な男がタイプだからな。いやー、もうそれはもちろんののちゃんのことなら口説きまくりですよ。どういうことさ。そうだな、ののちゃんにはその責務があるからな。よし、ここで一人やめとこう。危ない。時々ののちゃんって大げさなこと言うんだよな。もっと積極的にアプローチが欲しいってことは、ありがとう、ののちゃん、そういう風に言ってくれて。分かった、もっと積極的に行くよ。そう言ってもやっぱり俺にはそんな見境なしなんて、まあ確かに見境なしにはいかない。確かに好きな女にしか俺はアプローチしない。だからののちゃん、結婚しよう。もう、そんな弱気なことでどうするの。もっとのののを誘ってくれるみたいな。はっ、誘ってくれるってことは、大輝さんは私のことが好き、キュンってなるんだろ。かわよ。そう、それはそうだよ。だって俺はののちゃんとデートがしたいんだから。あ、のののはダメだよ。ミッションとかで忙しいから。なんだこのクソ可愛い生き物は。お前結婚しろ、本当に。お前に洗濯機ね、お前に、お前結婚しろ、俺にと。嫉妬してる。あ、切ない顔してる。複雑な心境なんだな。俺こういう女の子がこう可愛く嫉妬するのやばいよ。やばい、好きよ。あと一押しって感じだったかな。よし、今度はもっと頑張ってみよう。可愛いな、のののちゃん。どうしたお前。会話だお前。未来の車、仕事楽しい、仕事楽しい。ののちゃん、仕事は楽しい？うん、
よ。おお、楽しそうだね。楽しすぎて本来の仕事を忘れて。そうかそうか、未来から来てんだもんね。本来の仕事って、いや大輝知ってんだろ、タイムエージェントの仕事、うん、行っちゃった。え、なになに、どうしたの。ごめん、今のなし、今の話は忘れて。それ隠してるつもりなのかな、ののちゃん。未来から来たって言ってるじゃん。うん、別にいいけど、変なこと言うよな、この子。え、早っ。え、そんな早い。え、今撮れ始めて何分だ、11分。あ、まあそんなもんか。今日はどうする、もうちょっとお話できたら嬉しい。そりゃサンタコスプレでエロタイムサービスに行かないわけないだろうが。うん、分かったよ、ありがとう。じゃあもうちょっとお話できる、ね、お話しようや。ののちゃんも、ののちゃんもお酒ぐいぐい飲んで、あ、エロタイムサービスだった、俺も飲むぞ。よし、あれ、よし来た、エロタイムサービス。あら、もう飲め物がないね。飲み次第でもっと飲もうよ。じゃあ、ありがたくいただいちゃう、ね。いただいちゃってくれ。ののサービス。酔っててもそれ、酔ってても、酔ってても熱いサービスドリンク以外希望。頼んであげる。まあいいにゅ。ののの、すっごく嬉しいんだってばよ。かわいいな。じゃあ乾杯しようか。はい、乾杯。あ、ビールじゃん、のんちゃん。うん、俺も、もう一杯追加だ。ああ、よーし。ここ乾杯、のんちゃん。うん。よーし、俺も飲んじゃうぞ。あれ、ちょっと待って、結構酔いが。ウォッカやっぱ強えな。でも飲み干したい。ちょっと、これは。どりゃ。やば。大丈夫か、大輝。大輝、頑張れ。大輝。大輝、大輝、やばいかもしれん。え、ねえねえ、一つ聞いて、何？もちろんいいよ、俺に答えられることは何でもね。うん、え、なんかね、布の変なんだ。変なのかい、ののちゃん。俺も変な気分だよ。なんでこんないた客みたいなさ。なんか前から思ってたけど、なんか俺ののちゃんに対してさ、俺、まあ、リアルでもし好きな女が出てたら、絶対こんなこと言わないのにさ、うん、俺も変な気分になっちゃったよとかさ、なんかののちゃんに対してはなんか俺変になっちゃうんだよな、うん、変になっちゃうんだよ。今日はこうして、ユウに指名されたからいいんだけど、うん。かわよすぎるか、かわよすぎるだろこいつ。何してんだこいつ、意味わからんわ。え、ちょっと待って、この、あ、このなんか下唇噛んでる感じのののちゃん好き。あ、かわいい。ちょっと眺めてて、このまま。あ、かわよーい。たったの10分が経過してしまった。この画面のままな。あ、いくらでも眺めていられるよ、ののちゃん。え、それってこういう気持ちになったことなかった。かわいすぎるだろ、なんなんだよこの生き物。のの、え、ちょ待って、俺もしかしてのののちゃんの初恋の相手ってこと、やばない？ののの、え、なんか変な病気にでもなっちゃったのかな。なってんだよののちゃん。え、それ大丈夫かな私。大丈夫、それは恋の病さ。もしかしてののちゃん俺に嫉妬してくれてるんだよな。まあ今は大丈夫だし、そんなに心配はしてないんだけど。
安心してんだよ、ののちゃん。それが好きってことだよ。まあ嫉妬があるから必ず好きってわけじゃないんだけどね。嫉妬がなくなってもやっぱり安心感、あ、それは愛情に昇華したってことだよ。そう、そうだね、きっと一時的なものだと思うよ。ああ、かわよい。ああ、胸がでかい。かわいいなあ、のののは。なんだか安心したら元気出てきた。かわいい。よし、今日はとことん美味しいお酒一緒に飲もう。そうだな、いっぱい飲もうな、ののちゃんな。一緒に過ごそう。これからののちゃんのことも考えて他の子の指名をしないといけないな。そうだな。